最初はグッジャケポイあいこでしょうーす初めて分かったのよみちゃんいつも負けるのにマリア終わってないね今日じゃあ行きますみんながお寿司美味しそうに食べたから大丈夫し全部これそれとじゃないありがとうございますなんでマリアさんのマリアスープだけ当然のキュービックの16貫になりますこちら8貫8貫同じものになってます本日の握り5番になります。こちらから。はい。ありがとうございます。うわ、やばいねこの。じゃん。これそうめん焼きよかったね。食べました。美味しい。失礼いたします。お刺身盛り合わせです。2枚ですね。もうあの。カンパチ、タイの昆布締め、ホタテ、赤エビね。あやちゃん。危ないけどね、うん、どうですかあ、出たマリアちゃんの美味しいやつマリアちゃんはまあねエビちゃん行っちゃいましょうか私はエビちゃんね、うん、手で大丈夫当たり前じゃないですかママの美味しそうなの見てから、そーっと取った。じゃあさっきから食べた。あ、ねわちさん。じゃあ、今日はホタテ食べていいか。いいですか？いただきます。うん。このホタテのね、この甘くてこのとろける感じね。食べてない。食べてない。じゃあ何で再開したの？ウィンで。ピンクで。あ、じゃあ誰も体感し、太鼓か。見てこの、お花のこのお飾りね。まりちゃん、ホタテ美味しかったね。タイも美味しったね。ホタテ。どうした？ソルトシ。これ食べれる？ソルトシどうした？これ大丈夫？寒い。あ、寒くなった。食べるもんない。まあ、どうした？寒い？ちょっと冷えてる。エアコン20じゃない？ありがとうございます。もうに俺日本酒は大体あんまり飲まんやん。でもちょっとこの日本酒はちょっといろんな珍しいものがあるというのを飲んでいます。ダッサイ。あ、ダッサイ。ダッサイです。知ってます？ダッサイ。知らない。特にアズマイ。有名です。あとは僕あんまりお酒詳しくないかわからないです。最後に、ハレクシの酒です。本田さんどれが好きですか一番？はい。どれが一番好きですか？僕ハレクシが好きです。これがハレクシですか？はい。なんか毎年あの NPO 法人が作ってて、高倉さんが毎年壊れます。あ、そうなんですね。今年はメインの。なんとかというものから言ったんです。優しいお味ですね。ああ。じゃあ、ダッサイいきます。有名する？これ有名。ああ。来ました。次はマリアの店。マリアの大好きなこれ、ね。ここの店、お皿も全部綺麗ね。オリガちゃん、もうこういうの大好きね。うわ、全部一人で食べに行く。このモス鍋全部ソルトちゃん一人です。ソルトちゃんもう全部食べていい。ただね、スープぐらい飲まして。まあ、スープちょっとぐらいな。ちょっと。ごぼう一切れ。ああ、ごぼう。よかった。うん、でもごぼう一切れもくれるよ。マリア、レオナはモス鍋食べたことないやろ。食べてみて。あれ大丈夫、スープちょっとだけもらえる、うん、あと5本だけいいねちょっと あげたいちょっとじゃあ卵焼き食べてみる？いただきます。あ、それとじゃあ卵大丈夫な？はい、加熱して。そうそうそう、あ、そういう、あ、生がね。そうそうそう、アレルギーの中にも種類があって
で、お皿がさ、もう全部わかる。どうすか、柔らかい。柔らかい、うん、いいね。ジャッジを、お兄さん食べますか。食べますよ、レアマも食べるって。え、食べろ。そんだけ美味しい言われたらね、半分気になるね。半分入れて。パパもお皿使ってるから、途中でパパにやるから。うん、めっちゃ美味しかった。いい、いい、私大好き。うん、はい。あ、これも間違いない。美味しい。ちょうどいいやつでございます。はい。このお出汁が美味しいございます。たまにはあの、うん、甘すぎて気もあるね。うん、私こういう風なのが好きじゃないですか。美味しい。いいでしょ。ね。うん。あの、今度ね、お上品なお味でございますね。本当優しい。これはちょっとあの料亭で食べる卵焼きでございます。本当あの大体料理の腕、卵焼きで分かれちゃう。そうね。あ、だし巻き卵ですぐ分かれちゃう。これ簡単なより難しちゃう。一番最初勉強これから始まる。で、この一番おいしいこの日本酒でいきましょうかね。名前忘れたけど。うん。お酒やめちゃったんやけどね。あ、でも、もうちょっとしたら行かない、行かない。でも本当俺結構、結構お酒飲んでないもんね。昨日から飲んでなかろ。小鉢のご趣味になります。美味しそう。とりあえずあのドリフのオイル、じゃんけんするの、これオリガちゃん好きだから、はい。あ、うわ、もうあなたこれで終わり。いや、お決まりでしょかな、第1回はね。ね。うん、あ、ね。で、これは。もう、ずっと我慢してるから。どうぞ。ごめんね。どれ食べたらいいね、おじゃん。明太子ね。明太子ね。どう？めっちゃ美味しい。醤油から、まあ、ありがとう。海も食べたいね。これ、うん、これあの、これ酒のつまみにめっちゃ合う。これ、うん、これ最高。これ本当、これに、本当本当、これ酒のつまみね、最高やね。ビールにも、酒にも、ビールにも、ね、うん、辛すぎ明太、これめっちゃうめ。じゃあ明太子好きなの？いや、酒のつまみにめっちゃ合うじゃん。酒あなたたちも飲まんけど、多分飲みたい気分も分かると思う。炭酸水でかないし。そうしよう。うーん、美味しい。ね。これいかんね。やばい。マジで？罪のマジ。マジマリアちゃんやっぱあの柿やろ。柿のドリフやろ。ちょっと、うん、こっちが気になる。いただきます。うん、これ冷めてよ。うん、ね、うん、前に行くの、うん、サメの軟骨ポリポリしよう。初めて食べた。何これ、あ、ほんと食べた、美味しかった。お麺も入ってる。そう、梅肉じゃん。お麺が入っちゃった。梅が好きやった。おー、うん、うん、美味しいけど面白いね。なんかこれくらい一緒やろ。うん、なんかこれ、それじゃあもう食べてみる。これ何？これなんかチーズ、うん、ああ、クリームチーズ。うん、美味しい。クリームチーズなんか味付けしてね。ほんとこれいろいろあるけど面白いね、ほんとね。うん、どう、酒、酒負けずとったんだけど、やばい、ワイン、いや、でもワイン、ビールでもいい。そう、やっぱビールか、あの日本酒の日本酒の方が合うもん、これ。うん、
バンじゃない、セリシー。じゃあ無理、これ食べてみようかな。これ何、ホタテ、ホタテと桜エビかなんか、うん、どう、うん、美味しいね、うん、まあね、よかったね、このチーズ、これも調子いい。食べてみて、食べてみて、バラエティー豊富や、困るね、ここね、うん、逆の意味で困るね、ごみね、パパね、仕事してるといいよ、私たち食べよう、もう俺、魅力だけでお腹いっぱい、のキュービックの16巻になります。こちら8巻、8巻同じものになってます。じゃんけん、どっちが最初、これをかけて、今からじゃんけんで勝負します。じゃあマリアちゃんの分は、じゃあみんなでいいよ、ソルトちゃんが断言した、うん、ソルトちゃんも食べていこう、最初はグー、じゃんけん、ほい、おー、マリアちゃんとパパン、はい、イエー、最初、こっちがレオだった、ここレオだ、最初最初はグー、じゃんけん、ほい、おー、おー、やばい、おー、やばい、どうぞ、めっちゃ喜ぶ。最後、セミさん勝ったね。この間負けたもんね。どれがいい？ロースビーフ？それサーモンでしょ。いや、ロースビーフも多分。あ、炙りサーモンも出ますから。なんだろう、サーモンやな。今までいくらでるか。あ、いくら。おー。じゃあパパ行かしてもらいます。今パパはね、いや、あのね、海中もね、パパ、サバかな、サバを生かしてあげます、サバをいただきます。レナちゃん待って、いきます。まあ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 、まあ、最高です。どう？笑顔。どうし、言うまでやるじゃんね。かわいい笑顔。もうレオの言わんでわかる。みんな残り3人で。最初はグッジャッキーぽい。えいこでしょ。うーす。初めて分かったね、ゆみちゃん。いつも負けるのに。マリア、終わってないね、今日。ジャッキーぽん。さすが。さすが。じゃあ、はい。お願いします。どれ選びますか？エビ、エビ、もうマリアちゃんの分かりやすいこのへこみ方。まあ泣いた。あ、昆布ね。タイの昆布。タイの昆布。うん。じゃあ先に。はい、どうぞ。じゃあ。これ。いただきます。うん。さっぱりやろ。この昆布美味しい。ああ。合う。昆布締めね。うん。美味しい美味しい。じゃあ、はい、負け犬2人、どうぞ。負け犬なんか言ってるよ。あのやつにごぼうもいらやらなくていいんじゃない。そう、はい、くん、ソルトちゃんこれかな。あー、サーモンね、炙りサーモンね。サーモンいきます。わー、どうしよう、待った、おいしそう。みんなどれ食べたの？みんな食べてないの食べてみよう。卵ローストビーフ、いや、みんな食べてないよ、それ。あ、ローストビーフもあるね。ローストビーフもあるね。エビもそうなの、エビかローストビーフ。早く正解。エビが勝ったらローストビーフね。そしたらジャケット。いただきます。あれ、シャラン、うん、どう、私服、香りからいい。え？香りからいい。香りから。さすが。口の中でクリーミー。あ、マリアちゃんやっぱね、あの食レポはやっぱね、伝わりやすい。じゃあ次は、次はそうそう。トロトロー。もうね、これもやっぱビールがうち、ビール食べました。で、ほんとね、どれも美味しちゃうね。このクリームチーズも手作りやしちゃう。うん、めっちゃ美味しかった。めっちゃうめ。このチーズとか明太子、この明太子の燻製ショー、これめっちゃうまい、うん、これもこのオーナーさんが
作ってるらしいです。美味しい。センスの塊やね。俺も料理うまいけど、ちょっとね、これレベルがちょっと違うから。俺、うんうん、料理うまい。上手だ。うん。なんだ、何でも上手。なんか慰められるかね。これも全部あと片付けしとこうかね。みんな。みちゃん。許せない。みちゃん、その顔許せない。いや、これも食べたい。本日の買い物になります。この感じあのこの煮付けこのテカリカの違うやん、うん、じゃんけんする前にちょっと味見していい？いや、みんな食べん、ソース食べん。あはあはあれのじゃんね、これはやばいやつやね。あ、これもうちょっとすいませんけどね、さっきこれめっちゃ美味しかったの今家で、うん、誰でもうまいこと食べたの。めっちゃ美味しかったですよ。炙りでいいわね。俺が狙ってたんやけど、じゃあ昆布いっていい？昆布、うん、美味しかった。いただきます。うまい。でパパ見て、レオナが半分。ちょっと待って、なんだ、レオナどうしたの最近、なんでそれ優しい、半分くれたっけ。うわ、ほんと、もう俺ばっかりだよ。ありがとう、ありがとう、ほんと。おいしい。絶対おいしい。おいしい。うん、めっちゃ美味しい。やばい。ほんと可愛い子。この子も行くまで、あんたも行こうやけね。ありがとう。大丈夫か？あんたが一番いい子。ね。でもちゃん、いい子。じゃんけん行きましょうか。でもこれ、ソルトちゃんあんまりアレルギーないと食べられないやん。ソルトちゃんは、そんなの食べない。はい、行きます。さあ、ちょ、グッ、チョキ、ホイ。お、レオナ勝ち。ほら、3本これ誰？マリアやったー。頑張って、レオナ頑張って。テンション、グッ、チョキ、ホイ。やったー。食べられた。携帯禁止。すっごく嬉しそう。このスープがね、スープだ。あ、ダメダメ、これダメ。いや、ダメダメダメ。これダメ。いや、違う違う。豆腐か魚かどっちか。いや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 、それあんたもうそんなに騙されられん。どうですか？私これ大好き。いや、ほんと、もうね、やばいよ。早く食べたい。もうほんと、やばいよこれ、ほんと。いただき。ね、うん。ね。うみちゃんがお腹空きすぎて顔が引きつってる。食べたい。いや、これは本当ね、あの魚食べんでもいいじゃん。このソースだけで。ええ、パパソース。あの、ソースだけで。いや、本当にソースだけで。ありがとうございます。もう十分でございます。うん。じゃあさ、一だけやろうか。いいですか？いいですよ。ダメ。こぼした。ほら、次の小関とげだろうが。でも今のはね、もっとね、完全にやると思ったけどさ、うわ悔しい今のマジで。こういう気持ちなんて、されるときね、ごめんね、なんかね。毎回この気持ち。いや、今のは本当に俺やる気持ちやん、絶対に。毎回いや、それもめちゃくちゃこれ美味しい、うん、うわ、これ究極の美味しい。それもね、一番ね、油の多いとこ残しとったっちゃん、うん、あのヒレの下のとこ、あそこめちゃくちゃ美味しいよ、うん、うわ、美味しかった。俺のためにあそこ残しとると思って、うん、美味しかった。見て、でもこっちのレオナちゃん見て、みんなにとりわけよ、さすが天使。レオナ、なんすぐに天使になった。昔まで本当極悪人やね、ギャングみたいな。何それ、
優しくなった。本当レバちゃん大好き。あ、でもマネージャー、マネージャーも大好きだ。ただね、こいつさ、こいつさ、ちゅうちゅうしないやらないんだけど。見ました皆さん、この性格の悪さ。いや、いつもやってるやろ、うん、もう開始だけそれね、うん、本日の握りコパになります。こちらからカマス、はい、水タコ、牡蠣の昆布締めにしたものです。ボタンで中トロになります。まあ味付けが使われますので、このままお召し上がりください。ありがとうございます。はい、それで行きましょうか、とりあえず。これどれぐらいね、うん、最初はグー、チャンキー、ポイ、うっせぇ。どれでもいい。うっせぇ。まあどれでも当たりゃいいよ。俺はもう、クリルチザリンチャンキー。最初はグー、チャンキー、ポイ。困るね、これね。困る。この牡蠣かホタテか悩む。でも、大トロ取っていい？大トロ狙いじゃないの？ねえ。もう牡蠣でしょ？いや、むしろマリア、両の牡蠣食べるなら私は取るでもいい。いいよ。あ、それだったのと。どっちがいい？いや、私別にこれでもいいよ。でもいつも牡蠣や。いや、いいよ。もうそのかき食べたいなら私は取るで。牡蠣。え、違う、どっちでもいい。いや、もう自分好きなやつ。私は取るで。自分好きなやつ。あー、どうしよう。あ、私は。うわっ。これ取れなかったね。ピタピピ。じゃあパパちゃん、これ食べて。じゃあいただきます。はい。じゃあ、タコこの切り方珍しい。これいきましょうかね。これ全部味付けもしてる。美味しい？いきます。どうですか？もう涙が出てきた。いただきます。みんながお寿司美味しそうに食べたから大丈夫、もう全部これソルトじゃないし。ありがとうございますなんでマリアさんの。マリア、スープだけ飲んでいいかい？スープだけあなたもう止まってあげないから見て、このゴールドのスープ、もう間違いないやつやな、間違いない。めっちゃ美味しい。俺たちも食べたいけどね、ソルトジャンクがね、スープしか食べちゃう。いや、ごぼう一本までは。うわお、まあ特別に太っ腹、太っ腹。もう1個ぐらいだななんで優しいの。レナちゃんでも、もつ鍋食べたがろ。レナちゃんはいい。レナちゃんはいい。いや、レナちゃんついたり。でも汁飲み干した。飲み干した。わおわお、ソルトジャン。はい、レナちゃんね、あのスープしか飲めなかったけど、スープもう飲み干したんでしょ。早い。いや、大変やったね。やっとで食えるね。ソルトジャンから許してもらったきね。マリアはまだダメ。マリアはちょっとね。大好き。よし、ありがとう。やっとで具が食えるきね。ニコニコニコ。暑いね。ふふふしてるだけだ。そんなにやばくてもいいよ。いらんのいらんの。そっか、食べな。うん、ねえ。最高。暑い。暑い。で、シレット盗撮。シレット盗撮。今あなた踊ってます。カメラの映ってないところで黙々と食べてました。足が止まらないニンニク1個入れましょうか。ニンニク大好きまでちょっと取り直すレナちゃん、どれが美味しい？これも本当、気に入った。ニンニクね、どうしたんかと思った。じゃあ僕いただきましょうかね。俺ちゃんはもつ鍋食べんけどね、うん、ニョキ
魅力。おい、これだけは絶対手出すな。私いただきます。もつ鍋の代わりに。これ何のお魚？ん？Google で調べる？Google で。うわあ、ダウンだ。それで大丈夫？帰ってきて今日一緒にならないといけないですけど、大丈夫？大いつも謝るんですよ。帰りたい。オリガが謝るんですよ。はい。けん、一緒の名義ごめんねみたいな。なんで今日も明日も寝れんよ。うっせえ。バッと。明後日も寝れんよ。オリガ。あ？本当。最近本当ね、いいことばっかり。家族みんな幸せで。うん、美味しいものいっぱい食べて、いろんな美味しいところで、でもね、今日は本当最後の集大成でこの店に来たということは、もうこれでオリケンチャンネル解散したと思います。入ったばっかりなのに、入ったばっかりなのに、嘘です。また今日怒られるね。怒るよ。じゃあもうこれからはこのチャンネルはソルトとマリアのソルマリチャンネルでやっていこうと思います。お願いいたします。俺ですサブでいい？サブでいい、まあ、たまにぐらいならね、映っていいよ。リョーナも全く出られちゃった。リョーナは俺と俺以外で声しよう、聞こえ。やっぱ海とマリアを照らすためのね。そうね、声しよう。効果音ちょっと料理の方はお味はどうでしょうか。もうあのちょっとすいません、はっきり言わせてもらいますけど、はい、もう聞くまでもなく全て美味しいです。 ありがとうございます。もう大体料理見た目で分かるんですよね。自分たちもやっぱもともとプロなんで分かるんですけど、はい、もう料理一つ一つ、まあ、特にお皿にもこだわってるし、美味しい魚のこの照り、うん、まあ、これでももうすぐ分かるんですよね。やっぱ、いや、美味しい料理は幸せになるから、うん、今日はみんな幸せ。幸せは大変。ありがとうございます。あの料理は長いですか？そうですね、16歳ぐらいの時。ちょっと僕は何歳ですか？僕は35になりました。へぇ、そうです、16歳ぐらいでちょっと海外に行きたいなと思って、はい、でまあ、そこからチキンを食べるためにアルバイトで料亭だったり安居酒屋さんだったりで働かせていただいて、やっぱ料亭や、やっぱりですね、うん、なんとなくそんな気はしてました、まあ、その方でいろんなもう旅行会社さんだったり洋服屋さんだったりっていうのをして、今ようやくそうなんですね、はい、ボクボクと。美味しいですか？やっぱ美味しかったね。もう一度響いたね。あなた今日は一番美味しいのは出られて、もつ鍋、もつ鍋、響いた。パパは？ん？俺らはね、いや全部美味しいけど、これね、私は俺ね、ほんとね、めちゃくちゃ迷うけど、うん、結局ね、酒のつまみにやっぱ一番いいのはね、合う、この、俺でもクリーム、うわこのクリームチーズ、本当に明太子、そう、明太子もからすみね、これもね、それじゃあね、どうやった？やばいっすね、やばいね、やばい味しました。これ美味しいだけじゃなくて、ちょっとなんか新しい味、新しい味なんか食べても本当に、ね、斬新やね、最高の幸せ気持ちならね、美味しかった。いやこれ本当食べやったら本当人生ちょっと損するかな。俺もし今死ぬんなら多分それやりてる、あのいや例えばなんかこう車でバーンと引かれるやん、それ引かれてうわーもう死ぬ瞬間最後にあクリームチーズちょうだい、クリームチーズなどにあの「オリガマリア」って思ったそっちゃって最高やったね。めっちゃ美味しかった。それだけじゃないで、あなたたちお土産もらったろ、お菓子もね、もらっちゃった、もう全てわしづかみやね。でこれ見て、このめちゃくちゃ美味しいのこのお土産もらいました、ありがとうございます本当。それでは最後誰が言う？最後は私ですか？あ、じゃあ皆さん今日は最後まで見てくれてありがとうございました。今日本当に
楽しくて美味しくて一緒にいたの本当にありがとうございました。で、もしよかったらグッドボタンを押してチャンネル登録、チャンネル登録をしてください。グッドボタンしてください。オリケンファミリーに入ってください。それでは今日はバイバイ、バイバイ。お店はこれです。